T 先輩です。ノクターン。T 子だもん、ノクターン。マリアの休日散歩2日目。早速始めていこうと思います。休日散歩なの？そうなんですよ。暇つぶしに悪魔女王散歩です。とてつもないわね。なんだって平気ですから。そうだったわね。スキルのレベルはこんな感じ。2回プレイしただけで結構上がったね。恒例のフリーズを耐えて、ノーマル2勝、スタートです。いつもフリーズするよね。毎回ヒヤッとします。お前も人形になるのだ。私。なら、ないよ。何歌ってるのよ。しかもずれてるし。なかなかリズム通りには歌えません。上野も、なるべくスキルは使っていきたい。無駄遣いにも見えるけどね。やたらと出してるね。序盤からバッチリスタイルです。ダークインフェルノみたい。同じ感じで控えるね。そして早くも MP が切れそう。回復速度が遅いからね。それでも使っていくのね。レベルを上げるほど強くなりますからね。結果、逆に進めるのです。こういう時に使えるのはないのか。よっこも当たらないのね。歌っている間は動けないのか。あ、バックダッシュキャンセルでいいな。歌うのはやめちゃうけどね。全部がスキルには好きだらけなのを覚悟しなければなりませんね。そうね。あれ、一発一発に経験値入るのかな。そうなんじゃない。それならば出し切ることに意味はありますが、そうでないなら、一発出して、キャンセルでも。やばい。壊しちゃったね。あれがないとやばいんですよ。ボスが下から上に移動した時に、移動が間に合わなくなっちゃいます。どうしようもないよね。失敗したー。追ってきてる。こうなったら、移動する前に倒さないと。さすがにきついんじゃない。一度の移動なら大丈夫なんです。お、一撃で倒せると、走ったままでいけるな。お、便利。ダークインフェルノとは違った使い方ができるな。地面に沿って走っていくからね。障害物の向こうを攻撃することもできるわけか。危なかった。歌い出すまでラグがありますね。ちょっと隙があるね。女の子っぽいものが出てきます。追ってきてるね。ひどい、ファンなのに。ゴーストファンはいらないのです。あれ、もしかして声優って氷属性？ダメージ低かったね。そうか、属性をあまり意識してなかったな。そういえば、ロックを当てると雷のような。雷属性なんだろうね。当然、スタクは炎でしょうから。聖火は光属性なんでしょうね。って思って調べてみたら、PS3 版は打撃属性のみだそうです。そうなの。しかもスタクに炎
この毒性はないみたい。それは意外だね。あとここの肉は最近マラソンで気づきました。遅いわね。こういう時はスザクかな。ソウルスチールみたいな技が欲しいな。一網打尽にするような技ね。メディア大爆発、解かないですか。死んじゃうでしょ。でも文字通り平気になれるのに。無茶よ。使い勝手は良さそうですけどね。ダメか。遠くの敵には強いですが、目の前に来られるとちょっと困るかな。そのためにガーディアンナックルがあるんじゃない。オラオラッシュがありましたね。でもあれも片方だけですし、全方位をカバーするような技はないから、なるべく敵を近づけないように戦う必要があるのかもしれません。雨がうるさい。ちょっと気に入っちゃいました。ボスのために MP を少しだけ節約して、よし。さあ、緊張の一戦です。ノーマルだし、大丈夫だよ。よろしく。いえ、移動前に倒さないと。ああ、そんな制約があったわね。自分で勝手に作った風です。すごくは2回しか当たらないか。おそらく他のも似たようなものかな。カースにだけはなっちゃダメ。もう MP が切れたか。移動しちゃったよ。上ならばまだセーフです。問題は下に移動した後ですから。うん、任せね。うん。こういうダジャレってなくならないね。うん。根っこが強くなってきてるのかな。下に移動しないで助かった。お、倒せた。なんか、つまんないの。ありがとう。ポーズも決まりました。かわいいよね。さて、ノーマルも5章くらいまでは楽でしょう。そうやって油断してると。いやでも、初見で5章クリアしましたし。そういえばそうだったね。問題は6章以降でしょう。ということでまた次回、ノクタン。お楽しみにね、ノクタン。